止まっちゃったエンジンをバラしてみましたと。ピストンはまあクランクちょっと重い気もするんだけどガタはなしで、元に戻そうと思ったんだけど、まあそんなにピストンも傷ついてないしね、シリンダーもですけど、ピストンリングは粉々になっちゃいました。あっという間、なんかこれがダメだって感じだったのかな。まあ割れてたのかもしれない、それが引っかかっちゃって動かなくなっちゃったのかもしれないですね。で、このピストンリングをネットで探そうと思ったんですけど、ないんですよ。サイズと幅が合わないと。で、ピストンとかの交換、補修用パーツも探してみたんですけど、もう以前にサードパーティー製はあったようなんですが、現在はないと。困ったなぁと思ってました。で、なんかこのエンジンが、ここちょっと開けたら、なんか書いてあるんですよね。ここに数字が並んでるので、これがもしかしたら製造年月日かなと思って、2008の1月26日なのかな、きっとそんな感じだと思うんですけど。だとしたら13年前でしょう。もうパーツ手に入んないってそんなもんなんですかね。というわけでピストンリング、使えそうな互換品みたいなのがあったんですけど、それが1個1600円、1800円ぐらいすると。これが2つ必要に、2ストで2つ必要になるので3600円か。ちょっと高いなぁと思ってたら、同じこのエンジンと同じエンジンと称されるものがネットに中古で転がってました。これですね。おお、届いた届いた。まあ一緒でしょう、多分。ちょっと違う。ちょっと違うくないな。まあ一緒ですね。同じですね。まあ上の方はどうでもいいんだよね。下の方のケースが一緒ならつくわけですよね。他の周辺パーツが。まあ汚れてはいますが、まあ一緒でしょう。これを頑張って組んでやってみますかね。なんか開けてみたけどちょっと違うかな。これ日付じゃなかったっぽいな。ちょっと汚いエンジンだね。動くのかな。あっちこっちこんなところが錆びてるっていうのは、なんだろう、海水にでも使った一瞬。ちょっと曲がってるところも、フィンで曲がってるところもあったし、なんだろうね、随分汚いオイル入れてるっていうか、25-1で回しちゃったのかな。ダラダラだね、オイルが。今時ね、51でしょうにね。難しい。まあピストンリング2本より安い3500円なのでしょうがないかな。
なんか可愛い感じで見えたよね。自分で作ったやつの方が古いんじゃないかと思うんだけど綺麗なんだよな。まあね、あんまり綺麗なものが出てくるとは思えないけど、最初25対1で使ってたみたいな状態だったらドロドロだったのを洗ったんだよね、昔。そういえばで50対1にして調子よくなんかいまいちだった。変身クラッチなんだけど開けてみたら指を買ってみたんだよね。あんま減ってないんだよね。このままいっちゃおうかな、まあ、とりあえずは。これでスタート。あ、キャレーターの遮熱板つけるの忘れてた。なんかかかり悪いね。なんか理由があるでしょ。ひえー、リコイルスターターの爪の部分が完全に崩壊してしまいましたね。そういうことだったんですね。これで厚さが、なるほどね。それで引っかかりが悪かったんだ。これ直せんの？なんで引っかかってこうなったんだろうな。分からん。1回目ですね。真空引きなんですけど、本体というかゲージのホースの締めが甘かったみたいでうまく真空引きできなくて2回目、ご飯を食べても30分以上経ってますが、ゲージはマイナスのまま。まあ大丈夫でしょう。これで真空ポンプとか外してバルブ開ければ普通に動いてくれることを願います。まだ通電してないからわかんないけど。さて、期待を込めて、電源を入れて、さあどうでしょうか。よいしょ、応急運転スイッチ、お、動いた。どうでしょうかね。まあ多分大丈夫でしょうね。お、すいません、風が出てきた。おお、素晴らしい。外はどうなるんですかね。まあすぐには動かないでしょうね、外はね。
自動のなんかやってますよね。ほら、うん、でもまあエラー出てないから大丈夫でしょう。